ハンサ・ジブラージ・メフタは、インドの改革主義者、社会活動家、教育者、独立運動活動家、フェミニストで作家である。ハンサ・メフタは1897年7月3日、生まれ、ナガールのブラフミンの出身である。父は、キューバ・ローダー州とビーカネール地域の行政官を、務めた、マヌバーイ・メフタ・マンブハイ・メイタであり、祖父は、小説家で、著書、キャラン・ゲイロは、 グジャラート語で出版された書籍第1号。メフタはイギリスの大学でジャーナリズムと社会学を学び1918年に哲学専攻で卒業する。帰国後の1922年サロージニーナアイドに後年マハトマガンジーに面識を得る。著名な医師で初代グジャラート州知事につくジブラージナラヤンメフタジャイブロッチナラヤンメイタと結婚。 ハンサメフタの父方の親戚数面とンいメイタは、旧藩王国時代に藩王のお抱え医師として仕え、イギリス統治時代に社会運動から独立運動に向かった人物である。パドマブーシャン賞、ハンサメフタは、ピケを組織して輸入品の医療や種類を販売する、店に不買運動で抗議し、マハトマガンジーの助言に従ってインド独立運動に参加するようになる。 1932年には、夫と共に、イギリス人に逮捕され、投獄された経験がある。後に、ボンベイ立法評議会に選出された。インド独立後はインド憲法起訴議会の一員として15人の女性議員に名を連ねると草案作りに参加。基本的人権用語に関する諮問委員会と、小委員会の委員も務めた。メフタは、インドの女性の平等と正義を主張した。 メフタは1926年にムンバイ教育委員会に選出され、1945から1946年に全インド女性会議会長を務める。その総会がハイデラワードで開催されると、会長演説で女性の権利検証を提案した。インド教育会において1945年から1960年に養殖を歴任、特筆するべきは、 SNDT 女子大学副学長、全インド中等教育協会の委員、インド大学連合理事長とマハラジャ・サヤジラを大学副学長である。1946年にインド代表として女性の地位に関する国連文化会へ派遣され、世界人権宣言の総合協議した国連人権委員会にインド代表として出席、エレノア・ルーズベルト案の文言。 すべての人は平等に作られるから、すべての人間に修正するようメフタが提起し、採用された。1950年には男女とも同参画の必要性を強調し続けた功績により、同委員会副委員長に就任、またユネスコ執行役員も務めた。主な著作は、グジャラート語の児童書に、アルンの素晴らしい夢、バブラの異行、幼稚園、第一巻第二巻など。 英語への翻訳では、バールミーキのラーマーや名があり、少年の巻、森林の薪と美の薪を手掛ける。また、ガリバー旅行記を、はじめ、多くの英語の物語を、グジャラート語に訳している。メフタはまた、シェイクスピアの儀曲を数本、解作してもいる。エッセイはいくつかの記事に編まれて出版された。1959年、パドマブーシャン勲章社会活動に対して、 ありがとうございます。